から来る感じです。家があったんだ。そうそうそう、元の景色ももちろん、そっからないから、ね、このでかいところ、あそこはもう上がダメだけど、ダメだもんね。相当じゃん、水が深かったわけだから、すごいですね。そこ、目の前の建物は郵便局なんですけど、そこの横に元側の家がありました。切ないな。切ないな。大学の時ない、あ、不思議な人、不思議な人あー、いちごちゃん、なんちゃそれ、魔法使い家なくなったんだ。はい、まあ、もう上までダメだこれ。逃げてました。こっちに帰ってきたらしいんですよ。うわ、警察の車は、はい、終わってる。間一発で逃げた。これすげえなぁ。これすげえなぁ。3階まで行ってんだ。この屋上でも危ないってことでしょ。これどこ取れた、うん、2階でもなんなっちゃうな、うん、海どこなのって感じ。海はもうちょっと、あの、大きい建物あるじゃないですか、うん、あれのもうちょっと先、離れ向こうなんだ。この子やっぱちょっと桁違いだな。うん、全然あれだね。あれっていうか建物とかをさ、はい、解体とかしたくなりすぎて分かんないよね。そうですね、やっぱりやってるんだろうけど、すごいな。じゃあ何の家を探すやつどこに行くんだっていう。そうです。左バス、これは左です。いや、ビルとか走っててどこ走ってるか分かんないけど、うん、そんな目印ない。走るところがもうね、手こそげって感じでしたのって感じ。うわ、なんか屋上行っても無理じゃんね、こんなね。うわぁ、この上でもんな、うん、そんな逃げれるわけないよ。いいからこんなんないからね。こういうとこ重ねるしかないですよね。うん、流れたらよかったね。ない、みんなも年寄り逃げれないよ。戦後ってこんな感じだったんですか。あ、それで今車が回ってるんですけど、する感じね。道路しかなくても嫌だよね。壁がかすかにあるだけだ。
とにかく前回に来た時に見に来たの。前回に先週も来ましたよ。最初に来た時よりは片付いた。いや変わんないっす。このまま。建てるのが優先順位的に高いんじゃないですか。うん、まあ、でもここ建てたのは中学校ですけど、